前線2 0 0年の地中海東部前1200年のカタストロフ1とは地中海東部を席巻した大規模な社会変動のこと。この社会変動の後、当時、ヒッタイトのみが所有していた鉄器の生産技術が地中海東部の各地や西アジアに広がることにより、青銅器時代は終焉を迎え鉄器時代が始まった。そしてその原因は諸説あるが、 この社会変動の発生により、分裂と経済衰退が東地中海を襲い、各地において新たな時代を生み出す。紀元前1200年頃、関東地中海を接見する大規模な社会変動が発生した。現在、前1200年のカタストロフと呼ばれる、この災厄は古代エジプト、西アジア、アナトリア半島、クレタ島、ギリシャ本土を襲った。この災厄は、 諸説存在しており、未だにその内容については結論を得ていない。これらには諸説あり、気候の変動により西アジア一帯で経済システムが崩壊、農産物が確保できなくなったとする説、エジプト、メソポタミア、ヒッタイトらが密接に関連していたが、ヒッタイトが崩壊したことでドミノ倒し的に諸国が衰退したとする説などが存在する。 地震によって崩壊したとする説は関東地、中海全体の崩壊ではなく、特定の国にのみ考えられており、少なくともミケーネ時代のティリンスではドイツ考古学研究所の調査によれば激しい地震活動が発生したことが確認されている。この最悪について、フェルナン・ブローデルの分析によれば、ヒッタイトの崩壊エジプトにおける海の民の 襲撃ギリシャの未経年文明の崩壊以上の3項目に分けることができる。また、このカタストロフをきっかけに、東地中海に鉄が広がることになる。ウガリットのラッシャ村遺跡で発見された文書によれば、ヒッタイトの崩壊は、全12世紀初頭とされている。このラッシャ村遺跡を発掘した、クロード・エイ・シェッフェルによれば、海の民が沿岸を進み小アジアを横断、ヒッタイトと、 その同盟国へ攻撃を仕掛けキプロス、シチリア、カルケミシュ、ウガリットへ手を伸ばしたとされている。ただし、アナトリア内陸部にあるハット社はその痕跡は残っていない。2。また、ヒッタイトの最後の王シュッピル・リューマ2世がウガリットの支援を受けた上で、海の民に勝利したというエピソードも残されているが、これは侵入者がヒッタイトを分断して、 崩壊へ導いたことを否定する材料にもならず、トラケアから、フルギア人らがヒッタイトを攻め滅ぼした可能性も、フルギア人らがヒッタイトの大都市が崩壊した後に、あなり合い立っていることからあまり高くない。ヒッタイトの崩壊には二つの仮説が存在しており、侵入者がハット社、カニッシュなど、あらゆる建物に火を放ったとする説。ヒッタイトは、内部と、 近隣地域から崩壊した後、アッシリアの攻撃を受けたことにより、ウガリットを代表とする属国、同盟国が離反、さらには深刻な飢饉のために弱体化して崩壊したと、する説である。シェッフ,フェルによれば、校舎の説には、裏付けがあり、ウガリット、ハット社で発見された文書によれば、筆体と最後の王、シュッピル・リウマ2世は、国中の船を大支給。 すべて回すよう命令しており、オロンテス川流域の小麦を切り気合い運ぶのと同時に、王、その家族、軍隊を移動させようとしていた。これは、シュッピルリウマニセイが首都を捨てようとしていたことが考えられ、これについてシェフフェルは、干ばつと地震により、ヒッタイトに繰り返し飢餓が発生していたと分析している。さらにシェフェルによれば、トルコのアナトリア地方は、地震群発地帯であり、 地震により火災が発生したことで各都市が火災の跡が残っているとしており、ウガリット時代の地層は稀に見るぐらいの激震で揺さぶられていたとしている。また、前者の説はキリシャ北部から移住したフルギア人、エーゲ海より侵入した人々、いわゆる海の民らがヒッタイトへ侵入、ヒッタイト滅亡の最大の要因となったと推測している説も否定されているわけではない。 エジプト第十九王朝末期、エジプトには、マシュワ種族リブ族と呼ばれる人々が定住しつつ、あった。彼らは、リビュアのキュレネからの移民であったが、エジプトの支配の及ばない地域であった。当時の王、ラムセス二世はこれを警戒して、取りを築くなどの対策をとっていたが、マシュワ種族などは、商業活動でエジプトと関係していたため、さほど問題は生じておらず、 ラムセス2世がヒッタイトと激戦を交わしたカデシュの戦いの際には傭兵として後に海の民と呼ばれるシェルデン人も参加している。しかしメルエンプタハ王が即位すると風向きが変わった。イスラエル石碑によるとエジプトで大規模な飢饉が発生したことでメルエンプタハはリビュア人らを追い返し1万人近くを切り殺した。さらにヒリビュア系のシェルデン。 シェケルシュ、トゥレシュルッキラの部族も侵入を開始したが、これら移民らの侵入は、第二十王朝のラムセス三世によってから、雲撃退された。しかし、ラムセス三世の治世、さらなる問題が生じた。この問題はリビュアなどの西側ではなくヒッタイと、シリアなど東側から生じた。これがいわゆる、海の民による襲撃であった。ただし、この、 海の民は一部の部族のことではなく、少数民族が集まって、部族連合を組織したものであったが、彼らは、ラムセス三世によって撃退された。これらについて、ロバート・モアコットによれば、すべての部族がリビュアと関係しており、さらに少人数であったとしており、これらは、リビュアに雇われた、傭兵隊であった可能性を指摘している。さらに、海の民らの侵入はエジプトにとどまらず、 シリアの諸都市、ウガリット、エマルも破壊された。そしてこの中でもパレスチナには、海の民の一派である、ペリシテ人らが定住することになった。旧約聖書上では、否定的に描かれた彼らは、実際には、優れた都市建築者で鉄器の製造者であり、移住先に先進的物質文化が持ち込まれた。紀元前13世紀、未経年文明は反映していた。しかし、 最悪の予兆を感じていたのか、キリシャ本土の諸都市は城壁を整えており、アテナイやミケーネでは深い井戸が掘られ、まさに牢城線に備えているようであった。また、コリントス地境では、長大な城壁が整えられ、ミケーネ文明の諸都市は、ある脅威に備えていたと考えられる。ミケーネ文明の諸都市、ミケーネ、ピロス、ティリンスは、紀元前1230年頃に破壊されており、 この中では防衛のために戦ったと思われる兵士の白骨が発見された。この後、これらの諸都市は打ち捨てられており、ミケーネ人がいずれかに去ったことが考えられる。このことに対して、ペアアーリンは陶器を調査した上で、ミケーネの人々は、ペロポネソス半島北部の山岳地帯、アカイアに逃げ込んだとしており、アルゴリス、南メッセリア、ラコニアを放棄して、アカイア、エウボイア、 ボイオーティアに移動したとしている。また、クレタ島にもミケーネ人らが侵入したと考えられており、ケファレニア島西岸、ロドス島、コス島、カリムノス島、キプロス島に移動している。3. これらミケーネ人の移動により、ミケーネ文明は崩壊した。この民族移動には様々な意見がある。ドーリア人らが移動する以前に、インドヨーロッパ語族がギリシャに侵入していたとする説。 次に侵入など存在しなかったとする説、そして海の民の侵入という説である。そして、未ーネ文明の崩壊についても、諸説存在する。文化的な衰退が始まったために、未ーネ文化がバルバロイによって征服されたとする説は19世紀後半、文化的大敗理論が発達した時代では、人気があった。また、海の民の襲撃によって、 当地中海諸国が荒らされた際に、未経年もそれに巻き込まれ滅亡したとする説も19世紀には主流であった。これは、インドヨーロッパ語族であるイリュリア人がバルカン半島に侵入したために、先住民がアナトリア、ギリシャへ追いやられた。そしてさらにフルギア人らがヒッタイトを滅ぼしたことで、この煽りを受けてアナトリアから追い出された人々が海の民であり、この海の民は、 キプロス、シリア、パレスチナを襲いさらに南下したがエジプトで撃退されたとする。この説はガストン・マスペロによって主張されたものであるが、都合の良い理論であり、現在では主流ではなく、さらに宮殿こそ打ち捨てられているが、都市部にはその跡が見られず、侵入者が定住したことを疑問視する声もある。そしてエリース・カーペンターによれば、侵入者などは存在せず、 ミケーネ文明が崩壊したのは自然の影響による破局であるとしている。そして海の民の侵入とする説は北方で発生した民族移動によって古地を追い出された古地中海人種やインドヨーロッパ語族に属する人々などいろいろな要素を持った人々が集団を形成してギリシャへ侵入したとする説である。これらについては証拠も乏しく、また 海の民自体も侵入した先の人々と融合することにより速やかに姿を消したとしている。前線200年のカタストロフを迎えた寒地中海地帯は低迷期を迎える。特にギリシャの衰退は激しかった。それまで使用されていた千文字 B は忘れ去られ、芸術品、壁画、ありとあらゆる文化的なものが失われ、それまで華やかであった土器も単純な絵柄である。 気化学文様と化したアナトリアでは、ヒッタイト帝国が崩壊し、エジプトでは、すべての保護領が失われ王権は失墜し始めた。メソポタミアでも闇を迎え、高戦的なアッシリア帝国も、その影響を受けながら辛くも生き残っていた。そして関東地中海地帯を数世紀にわたる、交代機が包み込むことになる。しかし、ヒッタイト帝国が崩壊したことで、キリキア、 知り合い北部で行っていたと考えられている鉄の新探は海の民の動乱により各地へ広がった。この出来事により鉄器が各地で普及、大衆化された。各地の国家、民族がその製法を手に入れ各地にある鉄鉱石で鉄器を製造したが、この技術革新はそれまで存在した各地の国家の屋台骨を揺るがすこととなった。このことをブローデルは 鉄は解放者であったと記している。製鉄技術の拡散は各地に技術革新をもたらした。手工業、鉱山業、農業技術、灌漑技術の発達など社会、経済に大きな影響を与えた。しかし、一方で、鉄器は、武器の改良も進めることになった。そして、鉄の精錬を行うには、燃料が必要であったが、これは、 局地的な生態系の破壊を引き起こすこともあった。カタストロフにより、エジプト、メソポタミア、ヒッタイトラが共に崩壊したために、近東では小国家が乱立した。小アジアではウラルトが勃興、アッシリアと激しく戦い、アナトリア高原では、フルギア人らが勢力を拡大した。そしてアナトリア半島西部ではリュディアが勢力を広げ、シリアではアラム人らが勢力を広げた。 そして、パレスチナの地域では、イスラエル人らの王国も築かれ、ソロモン王の栄光を迎える。これらの激動的変化の要因については、答えが未だに確定していない。しかし、当地中海周辺諸国の内外の様々な要因が、複雑に絡み合った上で発生したことは、間違いない。地質学的には、 気温と海面の上昇が指摘されており、各地の青銅期時代の宮廷社会が崩壊して、地域全体の生活、交易、交通の大変化が見られる。それまで宮殿や宮廷を中心に活動していた人々は、街を離れたために、存続的な社会へと変化。パレスティナ、シリア、ギリシャなどでは、牧畜が制御を溶かしたことが考えられている。 ラムセス9世とアメンダイ司祭の長像を同じ大きさであることに注目、海の民の襲撃を撃退したエジプトは、その影響を免れた。しかし、この襲撃によりレバントの港など、シリア、パレスチナの重要な海の民の襲撃を受けることになった。これらエジプトの勢力圏であったシリア、パレスチナでの海の民らの襲撃は、シリア、パレスチナにおける、 民族問題や経済問題に影響を与えた可能性が指摘されており、エジプトの王権に対する影響があったと推測されているが、証拠が少なく確定できない状態である。海の民の襲撃を撃退したラムセス3世の死後、第20王朝時代に8人の王が即位したが、ラムセス9世とラムセス11世以外の王らが、短命であったため王権が衰退することになった。また、 ラムセス9世の時代、アメンオミワデンの壁画のレリーフは、ラムセス9世の彫像と同じ大きさで描かれ、アメン大司祭の権力と王の権力が同等であったことが推測されており、この時期以降、王権が急速に衰退したと推測されている。そして第21王朝の時代、エジプトは軍事的、経済的に著しく衰退し、全11世紀末には、 テーベの神殿デサエモが放棄され、朽ち果てることとなる。ミダス王の墓筆帯と滅亡の後、フルギア人らは東部へ定住して、アナトリアにおけるユーフラテス側、シリアとの交易ルートを抑えることに成功したが、統一国家を築くことはなかった。しかし、隣接するアシリアに対抗するために、メソポタミア北部、シリアのアラム人らと協力することになる。 前8世紀後半に王国を築き、ミダス王の時代に最盛期迎えたが、前7 1 7年、アッシリアのサルゴン2世との戦いで、敗北、さらに、前7世紀前半、キンメリア人らの攻撃を受けて滅亡した。そしてフリギュア人らが滅亡した後、キンメリア人らを追い出し、アナトリアの大部分を占領したのは、リュディアであった。筆体との滅亡。 エジプトの弱体化はその勢力下であったシリア、パレスティナを解放することとなった。北、シリアでは滅亡したヒッタイトの人々が、セム系、フルリ系の人々を支配下にしたと考えられている、新ヒッタイトが支配し、中部シリアのハマンも新ヒッタイトに占領された。また、アラム人らが、ユーフラテス川上流、ハブール川周辺へ移住、新ヒッタイト、アッシリアとしのぎを削りながら、 サムアル、ビトアグースイ、ビトアディニ、ビトバヒアニなどの小国家を打ち立て、さらに紀元前1000年にはシリア中部から南部、さらにはメソポタミア南部にまでその勢力を広げ、その一派であるカルデア人はシンバビロニアを建設することになる。そしてダマスクスはベンハダド2世やハザエルラの時代、勢力を拡大した。しかし、広範囲に広がったアラム人らは結局、 統一国家を築くことはなかった。イスラエル人の起源には諸説あり確定したものはない。しかし、前1200年頃、彼らがパレスチナ中央産学地帯に出現したことは間違いないとされ、それまで牧畜を営んでいた彼らは、この時期に定住して農業を営むようになったと推測されている。イスラエル人らは獅子と呼ばれる指導者を中心に、 ペリシテ人やカナーン人らと戦い、西方へ勢力を伸ばしたが、前11世紀後半、サウルが王に即位して王政へ移行、諸部族統一に成功した。そして前戦10年頃に即位したダビデの下で、イスラエル王国は躍進し、ジオーソロモンの時代に最盛期を迎えたが、ソロモンの死後、王国は、イスラエル王国とユダ王国へ分裂した。そしてイスラエル王国は、 前722年、もしくは前721年に、アッシリアのサルゴン2世によって、ユダ王国は、前586年もしくは、前587年にシンバビロニアのネブカドネザル2世によって、滅ぼされた。前14世紀、アッシリアは、ミタンニの圧力に悩まされていたが、ミタンニが、ヒッタイトの攻撃によって衰退すると勢力を増した。中期アッシリア時代と呼ばれる。 この時代、アッシリア王アッシュルーバリと一世は、エジプトとの対等関係を要求したことが、アマルナ文書で確認されており、前13世紀以降、アッシリアはさらに勢力を増し、シリアへ進出。これは、エジプトとヒッタイとの間で、友好関係を結ばせる結果となった。そして前114 11年に即位した、ティグラトピレセル一世は、 ニネベエセンと中期アッシリア方展を制定するとアッシリアは絶頂期に入ったが、すぐさま衰退期に入ることになる。しかし、全10世紀、アッシュルダン2世以降、アッシリアでは徐々に革新への動きが見られ、全9世紀前半、アッシュルナツェルパル2世がカルフエセンとアッシリアは再び繁栄を迎える。全9世紀後半から全8世紀半ばまでは、停滞。 現状維持状態に入るが、ティグラとピレセル三世が即位すると、再び勢力を盛り返した。メソポタミアでは、前1155年、カッシュとアサがエラムによって滅ぼされたが、翌年、維新大に王朝が勃興。その王である、ネブガドネザル一世は、エラムに侵攻して、短期間ながら、スーサを支配した。しかし、ネブガドネザル一世の死後、アラム人らが侵入を開始、 バビロンを代表とするバビロニアの諸都市は壊滅的打撃を受けた。そして第二回の国、バジ王朝、エラム王朝などが勃興を繰り返したが、これ以降、バビロニアは事実上、暗黒時代を迎えた。その一方でエラムは流世期を迎えており、ウンタシュナピリシャがチョガザンビルに巨大なジックラとを建設。さらには、前12世紀以末、シュトルクナフンテガメソポタミアを攻撃。 ハンムラビ法典を代表とする戦利品をスーサに運び去り、その子、クティルナ・フンテは、維新街に王朝を攻め滅ぼした。フェニキア人の商業範囲と、交易ルートミケーネ文明が崩壊して、ギリシャの海上活動が衰退すると、地中海を制したのは、フェニキア人であった。それまでパレスチナを中心とする海上交易は、ウガリットに独占されていたが、カナン人の末裔である。 フェニキア人らはこの後期を逃すことなくチュロス、シドンを中心に活動、地中海沿岸にカルタゴを代表とする植民都市を築いた。全11世紀後半になると、フェニキアの活発な取引は、バイクロームカワラケと呼ばれる2色で彩色された土器の分布からその範囲が想像されており、フェニキア人の本拠地である、フェニキア海岸からシリア、パレスチナ北部、フィリスティア、ネゲブ北部、 ナイルデルタなどでこの土器が発見されている。また、彼らの活動は、商業だけではなく軍事活動も伴っていたことが、考古学的資料から明らかになっている。4. キプロス島も海の民の侵入を受けた。しかし、全12世紀中には復興して躍進したことが、考古学的調査から明らかになっており、港町エンコミキティオンでは、 大掛かりな建築物が構築されるまでに至っていた。キプロスで採掘される道は精錬され、エジプト、シリアへ送られていることも、秋。キプロス島は、レバントと商業的、文化的に密接に結びついており、エンコミ、キティオンでは、オリエント的影響を受けた建築物、神殿の奉納物が発見され、また、キプロスで発見される土器もシリア、パレスチナのものが多い。 このことから、キプロス島とペリシテ人らのとまに、密接な文化的つながりがあったことが以前より、注目されており、このつながりが取引のネットワークと化し、全11世紀後半には、フェニキア人とペリシテ人らとの間で商業取引が行われたことが想像されている。詳細は、暗黒時代を参照ギリシャでは、未経年文明が崩壊し、暗黒の時代を迎えた。しかし、 このきっかけはギリシャに悪影響を与えるばかりではなかった。西アジアでは強力な王権が発達していたが、未経年文明の時代、ギリシャはワナックス、ゴや宮殿を中心とする再分配システムを中心に発達していた。この中でもワナックスは王権へ進化する可能性もあったが、結局王の絶対性を担保する王権へ発達することはなかった。このためギリシャでは 西アジアでは普通に見られる王に関する彫刻などは見られず王の名前すら明らかではない。ある意味、宮殿の崩壊はこのワナックスなどのシステムの限界を表したものとすら言える。このカタストロフの影響はギリシャと東方との関係を一時的ながらも遮断することとなった。しかし、この遮断は新たな社会構造を構築するチャンスをギリシャに与えることになった。 そしてポリスが成立し、古代ギリシア文明が繁栄することになる。ギリシャは前線200年のカタストロフで多大な被害を被った。しかし、観点を変えるとギリシャは最大の恩恵を受けたとも言える。ありがとうございます。